どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、駆逐、鈴谷十三を駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。金木会議ですね。で、今回のパーティーの目玉がこいつですね。笹子、佐々木ハイセ潜入捜査。誕生日、ハイセの誕生日で登場した笹子です。こちらですね、熟練度 100% にしてきたので、運用しながらね、戦っていこうかなと思います。で、こいつが、攻撃力バフ、味方の攻撃力バフと防御力バフを持ってるんですけど、防御力バフに関しては、この石金木、2周年金木の第2形態が 2.25 倍を持ってるんですよね。対する笹子は2倍と、まあ 2.25 も 2倍もね、変わらないですよ。こいつの敵の攻撃力 0.2 倍のデバフを敵にかけてれば多分ね、変わらないと思う、この 0.25 っていう数値の差は。多分1ぐらいしか食らわないと思うんで、武器耐久値を削られるのがちょっと心配だけど、これで戦っていこうかなと思います。これエフェクトかっこいいね、久しぶりに見たけど。こんな感じかな。で、敵が草タイプなんで、今回死神一応入れてるんだけど、見栄え的にね、使わないかなと。で、今回はこの誕生日ですね、苦痛金木をまた運用してね、ゴリゴリ削っていこうかなと思います。なんで、この2周年金木が攻撃力を上げれない分は、この笹子が上げてくれて、で、敵にもしっかりと攻撃力デバフをかけていく。だから、かけれるバフは味方には全部かけて、相手の防御力も下げたいけど、それは金木多分いなかったと思うから、できるやつが。今回はできることを、全部やっていくという感じでいきましょう。僕ね、動画で使うのは初めてですね。これコクリアだね、多分。じゃあ、まず、笹子ですね。笹子のスキル打ったら、味方のアタックポイントがブレイク発生するまでに、4アップします。なんで、打ってみようか。大丈夫、かわいいよ。はい、アップしましたね。で、ブレイク発生までなんで、ブレイク発生後にこのスキル打ったらどうなるんだろう。やったことないから分かんないんですけど、まず金木覚醒していきますか、2人ともね。そこで、この金木も覚醒させていきます。僕だ。で、誕生日金木の方にスキル回していきますか。相手案外武器耐久値持ってないですね。ちょっと待ってよ、こいつ何ぼ削るんだっけ。武器耐久値6か。なかなかいいね。あんま高すぎるとね、全員のアタックポイントを消化する前に武器耐久値削ってブレイクしちゃって、またリセットってなるがちょっともったいないんだよね。誕生日金木たまると思うから、普通に真ん中の2周年金木でやっていってもいいのかな。2周年金木、いつもね、攻撃力バフがかかってない分、若干火力不足を感じるんだけど、今回はそんなことないから、笹子のバフがかかってるっていう。で、とりあえず12345 6削るんで打っちゃって、いや怖いな。でもこれ怖いからいいか。2ぐらいもったいない気もするが、いいとするか。笹子の方にちょっとスキル回していこうか。残りの立ち回りはで笹子に回して、もう一回打てるね。で、これで敵に 0.2 倍の攻撃力デバフと、味方に2倍の防御力バフと2倍の攻撃力バフがかかってる状態ですね。で、ブレイクしていきましょう、誕生日金木で。いいですね。じゃあ、あとは殴っていくだけだね。これ笹子のスキルブレイクした状態で打ったらどうなるんだろうな。気になるところではあるけど。いいね。やっぱちょっと打ってみようか。ものは試しに。かわいいよ。これなんか変わったっけごめん、全然見てなかったんだけど。なんか変わった？変わってないよね。じゃあ、ここはもうムカデに交代する？あれ変わってないよね、これ多分。ほんと見てなかったんだけど。ムカデバッグありだな。ただムカデにあれか、バフがかかってないのか、そういえば。それはちょっともったいないね。攻撃力バフがかかってないのか。なら誕生日カネキをループさ、シフトさせる方がいいのかな、効率的には。お、久しぶりに使うぞ、暴走メンター敗勢。ザン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 。お、なかなかいい火力出るね。攻撃力でバフかかってないんだけどな。こんなの誕生日カネキはクリティカル出て27万ちょっとぐらいだね。でスキル使った時に48、49ぐらい出てる。まあとりあえず1ターン目はこれで。うん、やっぱ1しか食らわないね。あと45回楽しんでください。え、ちょっと待っておい、武器耐久値マイナス10とかって見えたんだけど、マジバフ全部剥がされたこれ、もしかして。うわー、マジか、ビビったさすがにそれはビビり侍なんだけど、やばすぎ。それはびっくりするよ。ちょっと待って待って、マジでびっくりする。バフをかけたいんだけどバフをかけたいんだけどさ、これたまるかな。グールだ。ササコがたまってくれないとアタックポイント。オッケーオッケーオッケー。でこれでアタックポイント。あ、待って、これブレイクか。ブレイクしてる状態か。ブレイクしてる状態って今何が剥がされてんだ。あいつの攻撃力は下がってるままで、あ、こっちは今攻撃力上がって防御力今ササコがかけてっていう状態だね。一応リセットはされたのか。いやマジでビビった。あ、ササコはなんかブレイクしてない。こいつ武器耐久値もともといくらあったんだっけ。めちゃくちゃビビったんだけど、危ねえ。でまあまたゴリゴリ消す。これ待って、毎ターンさ武器耐久値マイナス10とかって削ってきたらなんか結構あれなんだけど、僕だ。とりあえず置いておこうか、このターン。次のターンが終わったら誕生日カネキのカグネが何。あ、待って、見てなかった。ササコがブレイクされそうなんだけど、じゃあとりあえず一旦打つか。これグールだ。打って、またササコでアタックポイント上げていきたいね。そうだね、そうしよう。上げて、かわいいよ。でこれやってると、あとどれぐらい削れるんだろう、わかんねえな。あとどれぐらい削れるんだろう、もう怖いからここでカネキ打っとくか。カネキ打ってブレイクさせて、グールだ。んで死神は出しちゃダメだな。メンター出して、あれだな、後ろのやつにもササコのバフをかけてあげたい感はある。こいつカグネ、うん、カネキのカグネが切れるから一旦後ろに下げてメンター出しておくか。でスキルを使わずにスキルが溜まった状態で下げてあげて、まあ、これでちょっと暴走メンターがお亡くなりになるかもしれないお亡くなりになるかもしれないけども、待てよ、これブレイクされてる状態か。じゃあちょっと笹子も下げるか。ブレイクされそうな状態か。ブレイクされそうな状態なんで、笹子が敵対吸収が1マスしか残ってね。敵対3倍のダメージ。一応こっちは防御力上げてんで、オッケー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 。あれ俺暴走メンター、あそうかブースト剤か。ブースト剤の2話も一応効いてんのか。これ一回あれな、金木下げたいんだよ。2周年金木をどうにかして、で誕生日金木を出していきたい。じゃあ暴走だけを先使うのがあれか。3ターン経過したから上書きはないはずだから、このターンで多分ね切れてると思うんだけどな。ブースト剤のあれもマークも入ってるから、ちょっと今どういう状況か分かんないけど、笹子のバフが3ターンなんで多分ね切れてると思うんで、誕生日も一応メンターのまま戦ってみるっていう手もありか。メンターのまま戦ってみるか。じゃあここはメンターに回していこう。あ待って、そうすると武器耐久値を削れるやつがいないことに気づき侍なんだけど、武器耐久値を削れる金木がいないぞここにはじゃあ打ってアタックポイント上げていく。かわいいよこれ。普通にムカデでいいんじゃないかな。メンター打ちましょう。お返しです。ザン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 。死ぬ死ぬってか。でカグネが溶けてるよね。オッケー、ここで覚醒していく。これで僕はグールだ。でたまるからブレイクして、今ちょっと1個無駄にしたけどね、アタックポイントスキルたまった状態で打っちゃって、でブレイクしましたと。んでからここ笹子たまった状態で次持っていきたいね。僕だ。 OK、僕はグールだ。オッケー、シフトは2残ってんのか。使ってもいいんだが、まあ今回は置いておいて。さて何してくるか。あーまたマイナス。うわーうざっ、こいつやりおるな。なんか難易度上げて上げてきた感じ。駆逐、さては駆逐難易度上げてきた感じ。ちょっとかわいいよ。アタックポイント上げていきます。これ笹子、いやほんとやりおるなこいつら。どうしようかな。最後このターンムカデで決めたい感はあるよね。ムカデ出したい感はある。なんか前を白金木統一したくね前をさ白金木統一したくね。ラストはやっぱこうだろう。待て、ムカデうるさムカデどれぐらい。武器耐久値をマイナス7か。7か12345。いやなるほど。まあこいつブレイクバースト持ってなかったよね。持ってないから、まあブレイクするの誕生日金木だな。ここで打っちゃうと全員のアタックポイントを消化しきる前にブレイクしちゃうから、もったいない気もする。なんでスキル打つとしたら真ん中の金木だな。てか真ん中の金木に打ってもらわないと今度ムカデちゃんが死にそうだから。これ見てこのかぐこれすごいな。金木のこれムカデ真ん中にいたらさ、金木のかぐねの進化みたいになって猿から人間の進化みたいな。ちょっと例えがあれだけどホモ・サピエンスのさ、多分よく歴史の教科書とかに載ってるあの人類の進化が、猿からちょっと中腰になってこう二足歩行になってこう毛がどんどん薄くなっていってみたいなあのあれに見えるの。前衛白川の杭。そうすごい光景なんだが、んで真ん中のやつにとりあえず試させて、ここでブレイクしていきましょう。誕生日金木でね、グールだ。そしてムカデちゃんになるんです。白金木からね、積まなきゃいいね、ロマンだね。んで2周年と、それが僕だ、金木の進化。じゃあここはとりあえずまた誕生日金木に貯めるような方向性でいきますか。グールだ。で暴走メンター出して、あ、せっかくだし、ここ最後の締めはあれだな、 RE の金木だけで締めたいな。というわけで全くっていうか全然意味のなくはないけど、まあささこ出して最後は前衛 RE のキャラクターで締めます。東京グール RE インボークだからね、 RE のキャラクターを使っていかないと。おやおや、はい、ということで金木会議で駆逐もクリアできる時代だね。これで武器耐久値を回復する金木とか、まあ、サポート系になるんだろうけど、出てきてくれれば、どっかのなんかあれだね、季節物のイベントとかで出てくれればいいんだけど、ダメレポ、1億いかなかったね。遊びすぎたか。はい、ということで、こんな感じですね。黒岩の方では1億出さないと1億の報酬がもらえねえな。というわけで、お疲れ様でした。今回は、金木会議、笹子を含めた金木会議で、駆逐の、下痢強い重蔵だったな。ガチで強い重蔵を攻略していきました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。